グリコシルホスファチジルイノシトール、または GPI アンカーは翻訳ご就職によってタンパク質の主位末端に取り付けられる糖質である。GPI アンカーを含むタンパク質は多種多様な生物学的過程において重要な役割を果たしている。GPI アンカーにつなぎ止められるものには酵素、受容体、免疫系タンパク質、認識抗原などがある。 GPI 化されたタンパク質はシグナル配列を含んでいるため小胞体へと向かう。タンパク質は ER 膜に強翻訳的に挿入され、その素水性 C 末端によって ER 膜へと結合する。タンパク質の大半は小胞体外空へと伸びている。素水性 C 末端配列は次に切断され、GPI アンカーによって置き換えられる。タンパク質が 分泌経路を通って処理されると、ベシクルを介して、ゴルジ体へ、最終的には原形質膜へと移送される。原形質膜では、細胞膜の外用へとくっつき続ける。GPI 化は、こういったタンパク質が膜へと付着する唯一の手段であるため、ホスホリパーゼによる GPI 機の切断は、膜からのタンパク質の制御された放出をもたらすこととなる。後者の機構は、 インビトロで用いられる。すなわち、酵素圧生において膜から放出された膜タンパク質は GPI 化タンパク質である。ホスホリパーゼ C は GPI アンカー化されたタンパク質に含まれるホスホグリセロール結合を切断することが知られている酵素である。PLC による処理は細胞外膜からの GPI 結合タンパク質の有利を引き起こす。 t 細胞マーカー剤 -1 及びアセチルコリンエステラーゼは腸及び胎盤のアルカリホスファターゼと同様に GPI 結合タンパク質であることが知られており PLC を用いた処理によって有利する GPI 結合型タンパク質は脂質ラフトに優先的に極在していると考えられておりこれは原型質膜ミクロドメイン内での高度な秩序を示唆している GPI アンカー GPI アンカー。左上から、ホスホエタノールアミン、コア4等、ホスファチジ類のシトールが結合した形をしている。R は、細胞膜を構成する、脂肪酸である。GPI アンカーは、ホスファチジ類のシトールに N、アセチルグルコサミン残機とマノース残機3分子が、線上に、グリコシド結合し、非還元末端のマノースには、ホスホエタノールアミンが、 リン酸エステル結合し、その網の元には、タンパク質のシーマッタンが、網戸結合した構造をしている。渦の中央のコア4等には、タンパク質の種類によって様々な糖が結合する。また、右端の脂肪酸残器にも種類がいろいろある。タンパク質をつけた GPI アンカーは、糖タンパク質と同じように、細胞膜の外面にある。これは、GPI アンカーが、 ゴルジカラダから放出された分泌症法の膜の内面にあり、それが細胞膜まで運搬されると症法の内膜が細胞膜の外面になるように融合するためである。GPI アンカーと結合する前のタンパク質は C 末端側に20から30の素水性アミノ酸残器を持っている。これは GPI アンカーと結合するときに除去される。 GPI アンカーと結合したタンパク質は後にホスファチジルのノシトールに特異的なホスホリパーゼによって処理されると細胞膜から切断される。この反応は粗面症包体で起こりタンパク質は膜融合で細胞膜の外側を向く GPI アンカーの異常が原因で起きる病気。ありがとうございます。